株式会社のうか不動産は石川県金沢市に本拠を置く不動産会社。トレードマークは緑のエンドウ豆。学生向け住居の賃貸、管理を主力とし、学生を支援するユニークな経営方針が知られる。特に金沢大学と強いつながりがある。1978年に金沢市赤引きで創業。2007年に株式会社化。2009年に 内科光彦が二代目社長に就任し、本拠地を現在地に移転。豆を全面に打ち出すブランディングとともに、独自色の強い事業を推進し、就任後の売り上げを約2倍、管理個数を3倍に伸長させる。通常、不動産賃貸業の多くが契約が済めば入居者と接する機会はほぼないのが通例だが、インターネット仲介サービスが拡大し、 大手フランチャイズ系店舗などの進出の中、同社は豆な不動産屋を名乗るとともにロゴデザインも豆とし、証券を広げずに車で15分以内の物件に限定。契約後のアフターケアを充実させるほか、主なターゲットを学生とするなどの手法を取っている。学生の多い金沢東部地区での同社の物件シェア率は50%を超え、 賃貸事業での入居者の8割以上を学生が占めている。特に、金沢大学での一人暮らしの学生の約7割は、同社の管理物件を利用、入居率を92から96%で推移させている。この高い入居率は、同社が打ち出した入居者専用のバスやカフェをはじめとする、主事のサービスが主因とされる。2020年には、 新型コロナウイルス感染拡大による社会人の転勤需要減少を見据え、金沢工業大学のメインキャンパスがある野の市市にまで営業エリアを広げるとともに、オートロックや防犯カメラに加え、管理人のいる食事付きの学生マンションの提供を始めた。2018年には、イザイダングレートカンパニーアワード2018顧客、感動賞受賞。以下サービスは、 年間2000万円のコストを用紙単体では赤字ながら同社では販売促進費として位置づけ、それ以上の口コミ効果として業績に反映していると分析している。2018年からは学生向けのイベントを催すーカ場という取り組みを開始。学生合コンなどのイベントを同社社員が司会を務めたり、学生らのコミュニティ作りにまで参画するなど、 学生を支援する不動産会社という立ち位置を鮮明にして他社との差別化を図った。豆バスの運行を始めた2011年から8年後には売上を89%増加させ1600万円だった。営業利益を4倍強の7700万円とするなど効果を上げた。近年増加傾向にある外国人客フォローのため中国人。 スタッフ3名とマレーシア人1名が在籍する。入居者専用バス2011年12月より、開始された入居者専用バスである、豆バスは、金沢大学と学生の居住地を結ぶシャトルバスで、同社が運営。運行のきっかけはある雪の日、大学行きの路線バスが、定員オーバーで、多数の学生が、バス停に取り残されるのを、現社長、内科光彦が目撃したことが、 きっかけとなっている。2020年現在、2台で3ルート、朝夕計16便が運行される。年間1200万円ほどのコストがかかるが、金沢大学は県外出身の学生が多く、学生による SNS 発信による広告宣伝効果があると同社では考えている。また、それまで民間バスの路線がなかったルートであったため、豆バスの運行後は、近隣ブ 物件のの人気がが急上昇し他社に管理を任せていたた賃貸物件オーナーナ乗り換えが促進された2017年からは、金沢大学側からの依頼で、日中の空き時間に角間キャンパスと宝町、鶴間キャンパス間を結ぶ手段としてのシャトルバスを運行。入居者以外の学生や職員も利用する学内シャトルバスの役割も果たしている。入居者専用カフェ2017年。 管理物件の1階に入居者専用のカフェビーンズをオープン。学生が朝食を食べる習慣がないことを心配する保護者の声を聞いたことがきっかけで出店。入居者でマメックスメンバーズクラブ会員はトーストとドリンクのモーニングセットを170円で利用できるほか入居者を紹介することで様々な特典が受けられる仕組みを考案。店内には Wi-Fi や電源を完備。 勉強の場やイベント会場として活用されている。2019年には2号店も金沢市赤引きにオープンした。大学内専用カウンター2017年、金沢大学と業務提携。同大学内に専用カウンターを設け、学生入所者の入居トラブルを解決するための窓口を設置。国立大学内に不動産会社が店舗を構えるのは、全国的に類例がない。 また、同大学からの委託で、留学生の住む、学生寮、学生留学生宿舎北名、国際交流会館の管理を行っている。エピソード当初は、内科不動産の看板を掲げていたが、内科不動産と読み間違えられることが多く、現社長、内科光彦が新たなブランドを一気に認識させたいと、デザイン会社と強調し、発出所の横の自社物件に内科を、 ないかと読んだ人、逮捕しますという看板を設置。物議を醸したが、その後も同じエリアに50近くの同看板を増設。SNS 上で拡散し、ブランディングが成功した。その際には、経営に一切口を出さなかった先代がもう反対し、1年近くも元に戻せと言い続けたが、その後、ブランディングに成功した不動産会社の実例として、 県外からの見学者が多く訪れるようになった。また、ブランドイメージ一新後に、豆のマークを手掛けたデザイン会社の専務が、面白い会社だから参加したいと同社に入社し、その後、看板やウェブサイトなど反則物のデザインワークを、統括している。ABCDEFGH、株式会社のうか不動産公式サイト会社概要。2020年9月30日閲覧。 ABCDE、売り上げ倍増した、日本一豆な不動産屋二代目社長の頭の中。次の時代。2020年9月30日閲覧。ABCDEF、全国賃貸住宅新聞企業研究ボリューム19、内科不動産 ABCD、未来をつくる、企業家住宅、不動産編、府内総合研究所 AB、一般財団法人府内財団公式サイト。 グレートカンパニーアワード2018顧客感動賞日本一豆を心情に感動創出地域シェア60%強を誇る不動産会社2020年9月30日閲覧 AB 日経トップリーダー2019年9月号一人暮らしの応援団農家不動産無料バス連価カフェで学生をサポート農家不動産公式サイト豆バス 2020年9月30日閲覧。農家不動産公式サイトマイナスビーンズ。2020年9月30日閲覧。農家不動産金沢大学との連携がスタート。2020年10月6日閲覧。農家不動産公式サイト小松駅から徒歩1分。2020年9月24日閲覧。AB 農家不動産公式サイト事業所店舗。 2020年9月24日閲覧、農家不動産公式サイトマメクスビーンズ。2020年9月24日閲覧、ありがとうございます。